ここまで振り返りますと、うん、藤田監督にも20勝かかってる時だけいや少々言うわね、怒られづらいんでしょうね、空気が。まあでも唯一っていうか、それこそ須藤さんにはめちゃくちゃ怒られた。だからその2軍の時も、2軍の守備コーチだから最初ね、はい、でそれこそさ、あの東大連携じゃないけど、あのサインプレー、はい、バントシフト、うん、サインをまず覚えなかったらもう怒鳴られるじゃん。河合さんも言ってました、入ってピッチャーの俺入ってんのに、うん、サインなんか分かんないっつって。 それで、ね、全部もうそういうのをまず覚えてなかったらもう問題外だし、はい、っていうのがあったんで、はい、で、あの一回その日の午後に一軍が多摩川で練習してくるっていうので、はい、新聞記者が、まあ、いつもその多摩川二軍の練習だけだったらそんなにいないんだけど、たまたまその日は午後から一軍の練習が入ってるっていうことで、はい、ちょっと多少カメラマンとかもいたんで、はい、で俺たちが午前中にその東大連携やってた、はい、言ったらまた須藤さんに、俺バッターでバントの練習で嫌な時ですね、そうそれをやってた、はい、でまあ、パチャッと2回ぐらい失敗したんだよね。そしたら、おいっつって、ビターンっつって、ピターンってやったら、この写真が出ちゃって、次の日新聞に、たまたま来たから撮られてたんだよね。バーンっていう写真が載ったことがある。だからあの本当にそうやって殴られたのは、まあ、その時須藤さんに1回と、はい、それこれも1年目なんだけど、はい、そのサイドにするっていうことで、はい、もうずっと玉川で練習してたって言ったでしょ、はい、残留の練習の時に、はい、まあコーチは木戸さんとあとトレーニングコーチしか残ってなかったもんね、はい、確か2人、はい、で人数もそんな数人だよね。そうですよね。で休み明けに練習行った時に、はい、その俺多分休み前に、まあ、どっかちょっと調子が悪かったんだと思うんだよね、はい、まあ、まあ忘れちゃったけど、はい、でそれがどうか、要するに今日はどうなんだっていうのを朝練習行く前にクラブハウスに行って、はい、斉藤です、今日はもう、まあ、大丈夫です、ジャイアンツのスタイルは 100% できますみたいなことをちゃんと言わなきゃいけなかったのに、はい、俺はもう自分で、あ、もう今日は大丈夫だと思って、しかも残留ですしね、そう人数も少ないし、そうで行かなかったんで、ね、はい、でみんなバーってじゃあ始まるよって、あれバスで行くんですか、あの木南から、そうチームでもチームがどっか行ってるってことはバスがどっか行ってるから、バンかなんかあったか、バンかなんかで運転してね、で来て、でみんなが、はい、集まってバー、玉川ですね、玉川で、そこいきなり斉藤って言って、はいって言って、前で前出されたんだよではいって言って、でまあ多分 その練習、いや休み前の日までになんか故障してたところはどうなんだって言われたと思うんでね、はい、ああもう今日は大丈夫です、はい、って言ったんだよね。そしたら、これは言いに来なきゃダメだろなさーっつって、ボーッつってトレーニングコーチに殴られた。で、うわーっつってボトンって倒れちゃったんだよね。すごい入ったんですね。だってそれこそウェイトリフティングかなんかやってる人だったんですね、長谷川さんだから、あいつは知らないか、殴られた。で、なんで倒れて、起きてこいって言われたのとかなんかだけ聞こえたから、わーっと起き上がっていったら、もう一発バーンって殴られて、で、もうダウンよ。で、俺が、わーってなってたら、で今度、木戸さん、ピッチングコーチが心配して、はい、大丈夫かつって、もう、まあ、今日、もう何もしないでいいから休む。って言って、本当にノックダウンしちゃったんですよ。それでその日のその時のクールの練習が休みで練習練習休みだった、はい、だからその2勤の時の1日目にやられたから、はい、4連休だった次の休みまで、ね、もう何もしないでいいみたいな感じになって、相当なの食らったんですね、食らったのそれぐらいだから殴られたって。でもいや、集中されたその2発は出なかったっすね。いや、まあそんなこともらったことないしね喧嘩もしない人生ですよね、そんなに。斎藤さんがぶち切れてって一回も見たことないですもんね。ないもん。じゃあ子供の頃から、てめえこんなやろとか、みんなでどっこんでやるかとかなかったんですね、人生で。ないです。あの中学なんか言ってんのみたいなのはないんですよね。だからそういうのは、だからもうガンガン殴られたとか、そんなの一切ない。最後に聞きたいのは、はい、斎藤さんって僕らは言って、まあ、もちろん清六さんって言えない、辛いじゃないですか、言う人もいないし、ね、誰がつけたんですか、これ皆さん知らないんですよ、斎、うん、藤さんが巨人ナインからは清六って呼ばれてるのは、まあ、どう考えても斎藤清六さん、村の王子、観音寺、観音の人じゃないですか、うん、そうそう、
誰がつけたんですか。今でも俺のことを清六って呼ぶのは中畑さんと原さんだけだね。あ、原さんも清ちゃん清ちゃんっていう、うん、中畑さんもおろくろくってなんか言うんだよね。おろくみたいな。今でもそうやって言うのは2人ぐらいなんだけど、うん、それこそ本当にその斉藤清六さんが金ちゃんの番組ですごく活躍されてる時に、うん、と俺が多分ダブってるんだよね。それで、まあ、同じ斉藤だから清六、うん、っていう風につけてくれたのが多分それこそ多分原さんとかあの辺の癒しの人たちだと思う、はい、他にだって斉藤っていう上でやった人いないですもんね。かぶってないですもんね、うんうん、と今プロ野球ニュースで一緒させてもらってる時に正木さんと呼ぶ、うん、感じじゃないですか、うん、秋夫さんがいるから、うん、僕の中では正木さんじゃなくて、うん、斉藤さんか、うん、まあ、正六って誰かに呼ばれる。嫌だよ、まさきさんにしてよ。それ今さらもう正六さんはもういいでしょ。それはいいよ。っていうことなんかで、あれ、神スイングの稲村亜美、うん、亜美ちゃん、一昨年一緒にやってる時に、俺言ったことあるんですよ、斉藤さんに、まさきさんって言うから、うん、彼氏じゃねえんだよ、お前、俺だって神スイングって、え、でもだって、まさきさんじゃねえ、まさきさんなんですよ。今もう、まさきさんじゃないですか。うん、今そうね、今もうそう。去年も僕まさきさんってものすごい言いづらくて、その時も斉藤さんは常にその格好で来られるじゃないですか。もう5時過ぎにもそのゲームの前から下ちゃんと入って我々みんな意外に下短パンとか、いやだからさ、それ楽そうだなと思うんだけど、なんかこうやるタイミングがなかなか難しいよね。いつからすればいいのかなと思ってさ、もう今年3年目だから。しかも前もやってますからね、解説を。でもその時だってそんなことやってなかったし、あ、だからいつもデマデーブとか豊さんとか見てると G パンダとか短パンですからね、うん、だからいつかデビューしてみたいなと思ってるんだけど、しかもあの上も置いとけば本番まではだからユニフォーム着ちゃってるような状態なんですよ、あれだと練習からで本番僕らはあれがオフで短パンと T シャツでいて上着てネクタイするとか、まあ、ジャケット着るときに、うん、よし本番だっていう、うん、でなるべく本番まで本番でいたくないんですよ。なるほど、1時間集中したいんですよ、うん、なるほどね。だから斉藤さん疲れないとか、やっぱ斉藤さんはちょっと僕らとは違うその感じだなっていう、うんうんうん、必ず革靴履いて、うん、そのまま結婚式出れるいや、うん、で来るじゃないですか、うん、でもう一個これ質問なんですけど、プロ野球ニュースで来ますおはようございますとかって、ちょっと似てないですけど、うん、斉藤ですみたいな感じのおはようございますって来て、うん、あそこ座るじゃないですか、うんうん、お弁当とかディレクターがあります、うん、いいよ自分でやりますよとかってやってるじゃないですか、うん、で食べる、うん、ほとんど無言で食べる、はい、で片付けディレクターがやると、うん、自分でやるからいいですよみたいな、うん、でもいいですやります、うん、で突然カップラーメンないのみたいな、突然こうタメ口になったりとか、斉藤さんのそのみんなね多分リズムが分かってないと思うんですよ、ディレクターも9割9分9厘敬語でこんな若い子たちにけこう敬語で喋ってるのに、あれかスーパーあるみたいなところだけ大先輩になっちゃったり、試合になったら黙る、まあ、こう黙るのは集中していいじゃないですか、うん、でディレクターが一生懸命、じゃあ正木さんこの試合ここのでこれどうですかねこの場面っていいんじゃないですかみたいなとか思ったら、うん、突然自分の意見がパパパッと出てきたりっていうと、うん、そろそろこれでプロ野球ニュース班に向けても、うん、どういう人かこれ分かってもらいたいのもあって、ちょっと後半戦をやってみたんですよね、うんうん、だからもうちょっと斉藤さん的にも、まあ、巨人は紳士たれの教育を何十年もやられたんで、うんうん、それはもう短パン T シャツは無理で、もうちょっと僕のこれなんかもジャージだけどちょっとスラックスに見えるタイプを履いて、うんうん、一回皮を剥いていただいて、でもフジテレビのあの23階のスポーツ部来た時はおはようって来てくれた方がみんな楽だと思いますよ。あ、そうなの。あ、そうです、そうです。ちょっと緊張感があるんですよ。秋夫さんとかちょっと分かりやすいじゃないですか、もう長いし、うん、秋夫さん来ておーみんなおはよう、うわー元気してるかお前、いやいいじゃんおはようございます、いい英語がいいじゃん、軽くて英語よくない。いやおはようおはようございます、荷物を置いて座って、うん、じゃあお弁当あれば自分でやります、うん、
いいじゃん。それ変わんないぞデーブ。変わんない。変わんないですかね。変わんないよ。多分みんなブルってると思いますよ。なんかブルってないよ。いや本当は怒る人じゃないかとか。で、そうじゃないって言っといてよ。で本番まである程度打ち合わせしてるのに本番だったら意外にこう違うことで乗ってくれたりとかも。あれさ、俺あんまり事前の打ち合わせってあんまり。よくないですよね、正直。言いたいことも言っちゃって、また言ったでしょみたいになりたくないんじゃないですか。そうなの。だからあれ、どうなのかなって、いつも、まあ、向こうは尺とかの関係もあるから、知りたいんだろうけど、多分、その時、次、パッと思った時、違うことを言いたい時もありそうなんだけど、あれ、俺これな、なんてあれ言ったんだっけなとかって、逆に気になっちゃうんだよね。気になりますよね。このセリフを言わなきゃならない。そう、ちょっと違う、違うぞと思って。僕が言ったのは、まあ長いことプリッツプライキニュースやってました。で一回現場帰って10年離れました。で戻りましたった時に、実はそのプライキニュースの時に、まあ試合を通常見に行ってたんです。昔はね、現場で見ました。でスタジオ帰ります。現場で見たものを、スタジオで編集したものを見たもの。でその後にこう一緒にこう実況と合わすじゃないですか。でやったもの、でスタジオに入りました、ゲーム見ました、実況つけてます、この段階にいや全然違うってことが出てくるわけです、いやもう違った違った、このゲッツーこうやろうとして撮ったんだとか、だから僕はもうディレクターに俺は最後の最後に変えるよと、なんでって言ったらその段階をやって俺現場で実は生きたんだと、ミーティングをやる、ゲームやる、翌日の試合にじゃあ本当にゲームにまた2試合目に入った時にいやこのチームはこういう状態だってサインを変えるのはプロ野球ニュースのおかげで勉強になったんだよ、だから今回戻ってきた時は俺は変な事前の打ち合わせはもうやんないでくれと、変えた時にお前らはえってなるでしょって、だから映像は用意してくれたのに俺らは合わすからそのセリフまで決めないでほしいっていう、なるほどね、だからそれ斉藤さんも言っといた方がいいですよ、ディレクターに俺あんまり打ち合わせしちゃうとまた言っただろうってのもあるし、実際違うケースが出てきちゃった時困るからじゃないですか、なんか言わなきゃいけないことが抜けちゃってたら逆にいけないかなとかさ、でも斉藤さんも慣れてこられてるから僕らもずっとそれずっと斉藤さんが犬も来てないでやってたから、だから斉藤さんもこれ好きに喋っちゃっていいのになと思うのに時間も気にしてやってるからカンペが大した分かんないのにさ、いやいや、あのそろそろ閉めてくださいって出されるといい話してんだけどあいつらは僕らに出してんすよ、実際は、そうだよね、でなんか引き取って俺もそうなの、俺もだから俺は気にする必要ないとは思ってるんだけど でもなんかやっぱり余計なこと喋っちゃいけないのかなって思っちゃうんだよ、ね、で最後のまあこう地獄いい話でまあこういうこともあるから俺らに返してくるから斉藤さんも好きにやってくださいっていうというのをぜひ今期はまだ勉強します、いやいや、あのあれ佐藤えぐくないですか、阪神の久々の大物じゃないのどうなんだろうか、やっぱ打つよね、松井秀喜の4年目ぐらいと同じ 4,5 年目のレベルですよ、 あとは当たりなれるかどうかでピッチャーと、あれ抑えられないですね、あれね、いや俺もまあどうなんだろう、なんかこう打つ打つって言ってでも実際試合入ったら打たない人って今まで何人も見てきてるから、ね、どうなんだろうって思っちゃうんだけど、でもちょっと本物感があるよね、ありますよね、斉藤さんがその今年のプロ野球になんかこう、まあ、僕らもコロナで取材向けてない映像と電話ぐらいじゃないですか、でもまあ野球界の思うことってやっぱりあって、斉藤さんのなんかプロ野球選手たちに今首脳陣もやられて解説者もやられて冷静に見てる中で望むものって何かありますか、まあこの去年からだよね、このコロナのあれになって、かかっちゃいけないっていうかそういうのがやっぱり規制がすごく厳しいじゃない、その中で結果を出していかなきゃいけないっていうのがすごく大変だろうなと思って、例えばうまくいかない日もあるわけじゃない、でそれは自分で今まではこう気分転換するのに、はい、今いろんなことができたわけだけど、ね、まあ、いろんな人に会ったりとかもできただろうけど、まあ、できないでしょ、できないですよね、だからそういうの中での、まあ、今年も多分そうなるでしょう、そういうところでやっぱちょっと大変だけど、まあ、頑張ってほしいなっていうのはありますよね、で僕はもう最後斉藤さんに今年はある程度楽な感じでスーツは持ってきて、いやでもね、いやあのネクタイしないでいくのは随分できたぐらいだと思ってるんだけど、あ、まあ、まあ、あれ、あの、まあ、クールビズになってからですからね、あそっか、はい、あの本当にクールビズの前ネクタイまでしてきてましたからね、はい、そうでクールビズですよって言われてからなのでジャケットは着てるっていう、まあね、意外に脱ぐのも躊躇してる感じなんで上も、意外にそのまま座って食事されるんで、今年はあのぜひプロ野球ニュース我々でこう盛り上げてですよ、やっていく中に斉藤さんも本番の
22時59分まではリラックスしていただいて、23時からドーンと行って、ディレクターにもこれを見て、あいつら見てますから強制的に見させてもらう斉藤さんは打ち合わせで言うことと本番で言うことが変わるから、そこを組んで、ディレクター連中もこれから斉藤さんと来て、まさきさんと言っていただくように、で僕は間違って清六さんって言った場合には殴っていただいて、それがないようにします。今日は長々とありがとうございました、はい、すいません、ありがとうございます。